お、弾かれた。うまいね。もうね、今回会えるかなって言いながら走ってた。会えるかなと思って。本当ですか。お腹減ったのか、そうなの。もうおすすめ、本当に。うまっ。うまいよ。こんな感じのところがあります。神おこっぺです。もう放浪状態です。ぐで今日で26日目。えらいい天気ですよ。おはよう。ハンドマウス。よし、立って。もうピコはできるね。グー。よし、おはようございます。静かな道の駅でございました。昨夜は満天の星空も見ることができました。道の駅の対面には綺麗なパークゴルフ場が広がっております。8時からプレーできるということで、出発の前に少しプレーしようかなと思っております。今日はですね、もう少し内陸を南に向かおうかと思っておるのですが、天気予報を見るとやはり気温が高いので、もう一度オホーツク側に出るかどうか迷っています。今日はいい天気です。散歩行こうか。行こうか。誉れ大橋、橋渡りますよ。見てこれ、天潮川。すごい汚い色になってるけど、広いね。覗いてる。眩しいね。行こっか。引っ張り始めた。ずっと旋回してるよ。よし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 、乗ってきたよ。よしよし。日が差すとちょっと暑くなってきたね。ちょっと薄曇りになるだけでね、全然涼しいんだよ。今日は豆パンとコーヒーです。どこかで犬の声がする。いつもこうテーブルに足かけてる。これがいいらしい。後ろ足立ってんだよ、ここ。お腹詰め。めちゃくちゃ怒られるからさ。そうそう。ギリギリさ。ここならというラインを自分でちゃんと決めているようです。はい、ではパークゴルフ行ってきます。はい、パークゴルフ場です。 N タウン中川、素振りしております。さあやりますよ。
バースリー45。はい。風強いな。パースリーだからね。お、弾かれた。コンだって。いい音するね。するね。お、うまいね。どうすんねん。こっちだって。お、お、お。いい感じやったの。いい。もう落ちちゃった。ここすごい綺麗に見えたんだけど、ちょっと全然買ってなくて、うん、ラフの中をやってる感じになっちゃって、そうや、うん、旗もないし。うん、打っても全然ボールが転がっていかないね。そうそうそう。もう一ラウンドやる？もう一ラウンドやって戻ろうか。境目が一応買ってやるんだけどね。フェアウェイなんだよ。お、いい感じにいったね。ボールがどこにいたかわからなくなった。ボールがどこ行ったかわからなくなった。草むら入って、どうしてもこっち行っちゃう。というわけで終了。ちょっとこれどうなんでしょうね。全体的にラフですね。OK。 まあちょっと楽しかったやん。今ちょうどいいぐらいかもよ。戻ります。あ、そうなんだ。はい、ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。出発ね。OK、出発。今日は西尾ごっぺの方まで行きたいと思います。内陸の方から、うん、東に向かおうと思ったんだけど、うん、天気予報を見るとね、やっぱり暑い、うん、暑いというわけで、うん、やっぱ涼しい方向に行きたいんで、オホーツクの方に向かって向かいながら、うん、向かいながらちょっとずつ東へ、うん、行きましょう。向かおうと思います。はい、じゃあ行きますぜ。行きますよ。今日も天気がいいぞ。気持ちいい。さっき道の駅にもあったね、アモナイトのなんかあのオブジェが。エコミュージアムセンター。ほら、天塩川と並走してます。すごい色だね。広いね。水量多いね。ね。80キロで制限速度なんだけど、一応これ無料なんだよね。高規格道路っていうらしい。すごい風、見て、あの吹き溜めし。あ、7メートルって書いてるよ、風速。うわ、風速7メートルは怖い。これはやばい。またまた名寄に来た。うん、大福の名寄でございますよ。大福持ち買ってくよ。入れるでしょうか。まあ多いけど。飲んでますよ。じゃあここは、うん、空いてますね。名寄に来ましたが、すごい人です。この間とは全然違う。駐車場も全然空いてない。じゃあ大福だけ買っていきます。
これこれこれ、こんなに15日までに。この間来た時とは全然違うな。今日はもうすごい人ですわ。大福だけ買って出発します。もうね、今回会えるかなって言いながらちょっと走ってたんです。会えるかなと思って。本当ですか。おばあちゃんも食べた。うちもね、もう亡くなったんですけど。あ、そうなんです、うん、でも一緒にあの食べて、いや、大福食べてたんで、ぜひ。もし食べれるんだったら。本当ですか。大丈夫ですか。あの、自分たちの旅でこう、うちの部分はちゃんとありますから、ね、絶対あるんじゃないかな。ヒロちゃんたちのエゾシカ、これはね、結構大好物かもしれない。あいつシカシカはいつも食べてるんで。送ってくる時も冷凍したので食ったんですよ。もうすごい、これワンちゃん。これ犬用。私たちも食べてます。自分たちも食べてます。普通にこれを焼いてそのまま、あのスライスして、スライスして焼いて、そして食べてるんですね。で、こちらはジンギスカン。おお。やばくて。え、鹿のジンギスカン。そう。癖ないです。あ、そうです。そうです。一緒の、これもやっぱ玉ねぎと一緒にやる感じで。いっぱい野菜入れてます。旅されるんですよね。行ったことなかったです。また会えます。またどっかでばったりなんてあったらお願いします。お願いします。どうも。では大福買ってきたし、モニバズフレンズさんにも声をかけていただきました。ねえ。ねえ。いっぱいもらったよ。そう。はい、では行きます。締まりない感じしたね。うん。すごい人だったね。聞き込みやな。ねえ、大福もいちご大福はなかったよ。でもなんか美味しそうな大福いっぱい買い込んできた。食べないかんや。使命感に燃えて食べなかん。あの信号の角かな。あ、並んでる。左に曲がってここが駐車場って書いてあったよ。違うのか。ここだね。どこでもいいのか。ここでもいいの。純真たよろそば。じゃあ、あそこにある汁はもしかして美味しいって言うんで来てみたんだけど、教えてくれた本人が模様美味しいって聞いたから寄りました。あ、で車見て、あれいるじゃんとかで持って帰るの。美味しいよ。ソフトクリームおすすめ。本当に美味しいって言うから寄りましたよ。あとで昨日の写真送る。またね。また。また。ありがとうね。バイバイ。普通でいいの？ポリシー普通盛りに。いいからに振っちゃうし、この人が打ってる。なるほど。ああ、決まってますよ。ピリ辛肉つけそば中盛りにしました。美味しそう。これ豚肉つけそば、普通盛り結構あるね。お稲荷とネギと、おしんこまでついてる。うまっ。うまいよ。なんで、そうな、うん、どうですか。うまい。美味しくいただきました。ごちそうさま。じゃあソフト買って帰ろう。
蕎麦ソフト。はい、これ。蕎麦。蕎麦。美味しい？うん。ちょっと蕎麦のところ隠れ。はい、ただいま。お腹いっぱい。うん、ここのお蕎麦美味しかったよ。ね、つけだれも美味しかった。暑い。え？それはピリ辛を食べたからでしょ。私は暑くない。ソフトクリームも食べたし、お腹がやばいことになってる。お腹めちゃくちゃ。量多かった。多かったね。ああ、お蕎麦。なんかいつもさ頼むと少ないから、ちょっと多めにしたらさ、私は普通盛りだったけどね。さあ、次の場所に移動します。暗くなってきた、うん、気温も下がってきてるもんね。ここが峠だね。ここから西横っぺ村、行者の滝っていうのがあるけど、着きますよ。ここだね、西横っぺです。ここ運転お疲れ様でした、うん、お盆だというのにこんな感じ、ほぼ誰もおりません。神おこっぺ資料館、うん、こんな感じのところがあります。ここは汽車は通りません。ジェラ行くよ、リコも行くよ。綺麗だね、花が。なでしことサルビア、神おこっぺです。ここにもパークゴルフ場、はい、道の駅が見えてきました。はい、西横っぺ道の駅、ちょっと覗いていきたいと思います。30分ごとに音楽が鳴るんだ。白線仕事中です。よしよし、乾杯乾杯。ずっと本州を走って函館から入ってこの辺うろうろしてずっと上がってきまして、初山別まで行って天気が悪くなったんでつって内陸に入って南富良野まで降りて、で東に向かいのまた天気が悪くなってきたんで道北を目指してずっと上に上がりのまた下に今降りてきてこの辺に今います。だからもう放浪状態です。ぐーっとこんな感じでどこを目指しとるやら、もう訳が分かりません。で今日で26日目、できれば2ヶ月ぐらいは旅したいんだよね。そのためには大きい車が、大きい車がはい、おやすみてる、おやすみ、おやすみ。
love.